デジタルコンテンツエキスポテックビズに採択された WithID に来ています。川尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たち WithID ではバーチャルなコンテンツをメインに作成しております。例えば、僕たちでは VR の動画、あるいは VR 空間で撮影したミュージックビデオ、あるいは、バーチャルなライブステージなどを制作しております。ほう、川さん普通に説明をしているんですけれども、ここどこですか？しかも唐揚げもあるし。それでは、この種明かしをしていきましょう。現実空間に戻ってきました。都内某所会議室に戻ってきました。そうなんですよ。先ほど見ていただいた映像とか、ステージっていうのは実は、スマホとそれから PC だけで簡単に家やオフィスから配信ができたりします。そんな手軽にできるんですね。そうなんですよ。さっきあった唐揚げもなくなってしまいました。そうなんですよ。例えばバーチャル空間なんで自分の好きな唐揚げとか、あるいはデザインとか、あるいはステージとかっていうのを簡単に作ること、実現できることができます。バーチャル空間だからこそできるんですね。そうなんです。本当に想像の世界に入り込んだような感覚になりました。ありがとうございます。質感とかリアリティがすごいですね。そこはこだわってるポイントです。過去にどんな事例があったんですか？過去には先ほどお見せしたようにバーチャル空間の中で、有名なアーティストさんの、ミュージックビデオのパロディみたいなものを、撮影したりとか、バーチャルライブのステージをデザインしたりしています。その先ほどの有名アーティストの PV のパロディの動画、私見たんですけれど、めっちゃクオリティが高くて一瞬公式なんじゃないかって疑うくらいすごかったです。ありがとうございます。ぜひ皆さんも見てみてください。よろしくお願いします。今度はステージにやってきました。何でも以前ステージマジックを学ばれていたとか。はい、僕たちは以前、400人ぐらいの目の前でマジックをして、で人を喜ばせる、楽しませるってことをやってきました。その中で、ライティングの知識や、あるいは視線誘導といった、人を楽しませるためのテクニックとかを学んできました。その経験が生かす、その経験を生かして今バーチャルなコンテンツを使ったりしています。なるほど。では最後に見ている方に向けてメッセージをお願いします。僕たちは、バーチャルなライブやバーチャルなステージでの演出などを、やって、いろんな人を喜ばせたり楽しいという思いを、作っていければと思っています。そういう体験を一緒にできる方、作っていきたいと思っている方、ぜひご一緒させてください。川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。